色がさ、独特っていうか、なんか、青いステゴサウルスって珍しくない？ブルーのステゴサウルス。これ絵だけじゃなくてね、物も、プラもブルーなんだよね。パッケージがまずいよね。見て、奥の方にもいるんだよね、ステゴたちが。いいねー。なんか、優雅な感じがするね。のんびりとしてる、ステゴサウルス、草食ってんのかな？むしゃ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 。あ、ここ池だから水飲んでんのかな？いいよね。なんかのんびりしてる感じのステゴサウルスたちがいて、パッケージが和む。そして、このシリーズはなんとね、骨格と外皮パーツが分かれてるから、こうね、骨が見えるように飾ってもできるんだよね。半分骨にしたりとかもね。いいね。作るだから発見がある。恐竜を骨格から組み立てろと。プラノサウルス。ステゴ。本当はね、このステゴサウルス組み立てるのはさ、黄金の、俺、やらかしたじゃん。赤いトレイ。黄金、まさかのやらかせだからさ、黄金のさ、ティラノ来てからやろうかなと思ったんだけど、それいつなんかまだわかんないから、先にね、組み立てて待つことをした骨格ビルド。まずは骨格をしろということで、こうね、あ、こうなってるのかと。もう勉強しながら、こうね、骨格を組み立てていきますと。最新学説に基づいた造形説明書で、秘密が読めると。もう勉強にもなるんだよね、これね。付属の説明書がたくさん書いてあるから、情報が。で、動くと、足や首、尻尾が稼働します。もうステゴサウルスの骨格を組み立てられるだけでも嬉しいよな。骨格から組み立てて、最大の乾隆ステゴサウルスを知ろうと、まっすぐ伸びた格子のシルエットも再現しておりまするよということでね。で、武器として使った4個のトゲですよ。すげえ。で、恐竜ビルド。骨格ビルド、そして恐竜ビルド。骨格に外皮パーツをね、つけていくんだよね。2列に並んだ骨盤を観察しようと。で、こう、恐竜の姿を復元して、あ、下の、あれか、台座も青いんだね、今回ね。骨格の上から外皮パーツを取り付けようということで、まあ、箱のデザインはこんな感じでね。そしてあとすごいのがさ、道具不要なんでね。接着剤もいらない。カラフルな成型色と。もう色分けされてて、ただ組み立てるのみということでね。で、これで楽しく遊びながら、恐竜の秘密を発見と。最新のね、学説が盛りだくさんの取扱説明書が付属しているので、勉強にもどうやって身を守ったのか、背中の骨盤の使い道はとかね、学説やコミックを読みながらパーツを観察しよう。で、骨盤にはシールがあるのかな？これで開くはず。よっしゃ、いたー！おー、シールがあるね。そしてこれが説明書ということで、いろんな情報がね、書いてあるプラノサウルス、ステゴサウルスということでね。この説明書を見ながら組み立てていきますよと。で、こっち側にはいろいろと書いてあるのかな。ほら、もういろいろね、もう漫画にもなってるし、恐竜の世界は謎だらけみたいなね、感じで書いてあって。そしてこうプラノサウルスの、今回はステゴサウルスね、作り方が書いてありまして、尻尾の特徴とか、こういろんなね、体の側面に散りばめられた鋲とか、いろんなのが書いてあるんだね、こうね、情報がね。ブルーの台座ってなんか新しいね、色ね。ブルー台座、ブルー台座。これはいいな。気に入ったらブルー台座。まずは、このラン、おー。外皮パーツと同じ色だね、ほら。同じ外皮パーツの色。これが台座で、で、これは骨ですな。骨。で、これも外皮パーツ。台座と同じ色。おー。で、これはちょっと色塗るから。まあ、俺はシール貼らないことにしたわ。やっぱ色を塗りたいから せっかくだからね、色塗りで改造して。ティラノサウルスみたいに改造してもいいよな。ステゴサウルスね。武装恐竜ダイノスみたいにね、改造して楽しむの全然 OK だからさ、このシリーズは。そして、これはお腹のパーツかな？お腹のパーツだと思うんだけど。で、これが骨のパーツ。で、使う骨のパーツはこう白のパーツだから、あ、こんだけか。こんだけだね、白のパーツは。最初に頭から組み立てて、その前に台座切り取ってくれ、台座。この台座の色がね、めちゃめちゃ俺気に入ったんだ、個人的に。あ、違う！道具いらなかった！ごめん！道具いらないから、おー！道具いらないっていうのがいいよね。本当にこういうのも道具なしでいけるのか。あ、いける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 ！折れないかな？あ、いけるね！あ、いけるいけるいける！あ、ここちょっと怖いんじゃないの？これ。これちょっと怖いよ。怖いけど。あ、大丈夫だわ！いけるいける。え、怖いよ、ここ。絶対、おっと！あ、ランナーが折れた。びっくりした。ここのランナーが折れたんだね。ランナーからこう、あ、いけるわ、やっぱ。ちゃんとね。いけ、ほら。いける、いける。気持ちいいね。道具なしで。いや、でもちょっと怖いけどね。折れるんじゃないかなって。ただ、ここちょっとちゃんと強度が弱くなってるから、
ここが折れてくれるからこっち折れないね。こっちで力が加わらないようになってるわ。こっち先に折れてくれてパキってね。おーすげえ、マジで道具いらんわ。道具なし、ニッパーなしで作れるね。道具、接着剤もニッパーも何も、こことが怪しいんじゃないのこれ。あ、大丈夫だわ。これやっぱり、ここが先にランナーが折れてくれるから、ほら。おー、スムージーに取れますな、スムージーに。ほら。そうか、そういうことか。ここを弱く、あえて弱くしてくれることにより、本体に負荷があんまり力かかんないような。パーツの作りがすごく面白いよ、ここ。ここにまず刺すでしょ、こうやって。上と、その3段目の穴に刺して、こういう風になるんだけど、ここにまた、これを隙間にこう入れて埋めるんだって。そうすることによって、全部交互に互い違いにこう骨盤が、おお、ステゴサウルスの特徴的なこの骨盤が互い違いに位置に交互にこうこのパーツをこの穴で埋めるとこう交互にねちゃんとつくという。でもって次が胴体で、これが背骨の部分のパーツか。でこれをここに差し込んで、で片一方、もう片一方こっちに差し込みまして、これでまあ胴部がほぼで、ここに骨盤をつけていくんだよね、きっとね。この隙間にこう。骨盤のパーツ、最初これか。このパーツをここに合わせて、こういう風につけると。おー、合ってるかな。おー、で、ここまた互い違いに。こうだな。ごめん、こうだわ、多分。こうだわ。こうつけると、おー、こういう風に互い違いにまた、交互につくんだね。たまにあのフィギュアでさ、こう、同じ風に1、2、1、2ってついてるのあるけど、あれ間違いだよね。結構あるんだよね、ステゴサウルス。ほんとはこう交互に互い違いになってるのが正しい。で、こっちが、よし、これで大丈夫かな。できたー、ちゃんと互い違いになってるね。そしてもうね、五寸眼フェイスをね、つけていいんだって。五寸眼フェイス。おほほほほすげえ、五寸眼フェイスが、もうほぼ、ちっちゃいね。大きさこんなもんなんだ。そうか、まあ、プラノサウルスってそんなでかいシリーズじゃないもんね。こんぐらいの、まあ、つけてみるとかなりちっちゃく感じるわ。頭はね。あと、尻尾くくべてもこれぐらいかな。これぐらいの大きさだから。尻尾つけたらかなりでかくなったわ。これぐらいかと思ったら、こんな、結構長いね、尻尾ね。これで完成。骨格が。おお、結構大きくなったわ。最初ちっこいなと思ったけど、尻尾つけると幅が、横幅がすごい出てきたね。特徴的な骨格してるよな、ほんと。この背中の板もそうだけどさ、尻尾のトゲもすごいよね、このな。スパイクっていうのがトゲガーン、これは食らったらやばいわ。あとなんといってもさ、ここだよね。俺ここのね、骨初めて知った。これ喉守ってるね、ちっちゃいね、あの六角形の骨が、あのパーツが集まってできた骨なんだって。これは喉を守ってるんだってさ、この骨で。あの書いてあったんだけど、最新の学説のあれかな、あの書いてあったんだけど、この喉の骨、これ喉守ってる鎧なんだってさ。ステゴサウルス、こんな鎧があったんだね。あとやっぱこれだ、ステゴサウルス言えばこれだよな。押すの方が横幅があるんだって。あと血管がね、めぐら、もうすごい張り巡らされてて、体温によってなんか色が変わった可能性もあるとか、すごいなんか面白いね。まあ、QI 行動とか体温調節に使ってたのかな。まあ、脆いから武器ではないらしいんだよね、これ。見た目も派手だもんね。まあ、だって QI 行動とかさ、やっぱ体温調節に使ってたって考えても普通だよな。これも武器だよな、やっぱな。あと、体中に病があったね。噛まれにくくなってたとか。なんか面白い。初めて知る情報がたくさんあったな。で、台座にセッティング。さ、乗せるだけだけど。おー、青い台座に白い骨っていうのがまた見事にコントラスティングがいいね。ただ、外気パーツつけたら、またこの色と同じになるからね。保護色みたいになるね。ただね、道具いらないんだけどさ、ところどころ汚く取れちゃうところが、あ、ランナーで全部取ったと思ったらね、2個パーツ残ってたさ、焦った。危なかった。あんま捨ててたら危なかった。頭のパーツとかね、ちょっと取りにくいところがちょっと汚く取れちゃうから、パーツ。それはね、この、後で処理すれば、ニッパーでちょっと処理する。やっぱ道具あった方がいいかもね。綺麗にできるから。で、骨格ができたので、次に外皮パーツを。色がまた独特でいいんだよね。すごい独特な色しない？ユニークな色してるよね。このステゴサウルス。で、ちょっと、シール、貼ってみる？いや、でも、色取るときどうせ剥がすからさ、
次回はね、あの、色塗りやろうと思うんで、それでモササウルス塗りたいんだけどさ、モササウルスの骨格前ゲットしたやつ、あれあの、ウェザリングマスターだっけな、買ったんだよね。あの、書いてあったから、それね、あの、プラモデルと、他のプラモデルと一緒に注文したからね、そのプラモデルがあの、タミヤのね、アロサウルスだったかな。ティラノとトリケラトプスとアロサウルス3つ売ってて3つ買ったんだけど、その確かアンキロサウルスだ、ごめん。アンキロサウルスだったわ。アンキロサウルスがね、10月とか11月の発売で、それと一緒に来るから、そう、ウェザリングマスター来ないとね、あの、上にあるあいつなんだけど、あ、あれ、モササウルス。最初にモササウルスの骨格塗ろうと思ってた、あの、あれね、モササウルス骨格の、あれ塗ろうと思ってたんだけど、ちょ、ウェザリングマスターがね、そのプラモと一緒に来るということで、10月、だったかな ?11 月だったかな、ちょっとわかんないんでね。だから来てからの塗りになるけど、先にちょっとこっち塗っちゃっていいかな、モササウルスの前に。ステゴサウルスちょっと、これも、取れるかな。でもやっぱニッパーで取りたいよね。手で取れるとはいえ、やっぱニッパーで取ったら綺麗だから、俺ニッパーで取るわ、全部。そのね、外皮パーツはね、色ちょっと違った。薄い色になってるね。全部あの外皮パーツを取ったので、あのね、全部ね、これ上取んなきゃいけないんだって、この、上のこの骨盤のパーツ全部ね取って、これうわせっかくなんかこの上にかぶせたかったなって思うんだけど、全部ね取らなきゃいけなくて、全部とりあえずこうね取ってで、この頭のところも取ると、なんか寂しいよね。まあ、うん、まあしょうがないけど取るね。いやー寂しい、なんか寂しい、これでステゴサウルスってもう分かんなくなっちゃってちょっとあんまり、まあここ見ればあステゴかもしれないってワンチャンになるかもしれないけど、で次にこのパーツで背中の骨盤を取ったら、このパーツでこういう風に背骨を埋めます。でここと尻尾のパーツもあるので、このパーツ全部埋めて、まずはこの首のパーツを埋めます。そして尻尾、この尻尾のパーツもあるので、これを全部埋めると、もうステゴサウルスじゃなくなったね。やっぱ骨盤がないとステゴじゃないな。ほら君誰君誰っていう恐竜だったね。君は誰だ。骨盤がどれだけ重要かだよ。ステゴサウルスを、ステゴサウルス楽しめてる骨盤の背中のパーツすごい重要な。でここまでできたら、もうあとは外皮パーツをねどんどんね貼り付けていくのみて、この貼り付け肉付けがさめっちゃ楽しいよね。こういう風にガチャコー、ほほー肉付け面白いな、やっぱ肉付けは。反対側もねこうつけまして、ガチャコとね、おーすげえ。まあ、ちょっと下は寂しいけど、下はねでかいね、このパーツで。あ違う、この下の、あこれだな、このパーツで埋めるんじゃないかな。もう多分埋めちゃっていいと思うんだけど、このパーツでこういう風にね下縁のところをこう合わせれば、おー皮も外パーツがついたね体が骨だけど頭の部分だけ肉付けがある。で目もねシールあるんだけど、これも色塗りたいから、ここもちょっと赤い目にする。さかっこいい赤い目にするから、点つけて、まあサーフェイスは拭かなくてもそのまま、まあ塗っちゃおうかなと思うんだけど、拭いた方がいいかな。でも下の青の色をせっかくだから活かしたくない。あーそっか、この尻尾のパーツ、あやべえ、先にねこのね骨つけちゃったけど、この上のさこのパーツ、さっきこれね、つける前にこれをね、取るんだ。これを、こう取ってから、あ、待って、こう取ってから、こう取ってから、で、これをね、まずつけるんだって。これを、あ、そうか、順番、あれこれ別に取らなくてもよかった気がしてきた。やべ、取らなくてもよかった気がしてきた。まあ、こうつけて、こうやってね。おー、これも別パーツなんだね。尻尾のパーツからつけるんだね。胴体じゃないんだ。先に尻尾のパーツをこうやって、つけて、カチャってね。あ、ついてる。あ、ついてるね。で、反対側、こっち側も尻尾のパーツをこうつけて、もうこの外皮パーツに骨盤がついてるから、取るんだよ。まあ、骨盤を包み込むようにしたら、もうなんか膨らんじゃうもんね。だからこう外皮パーツにつけましたと。で、次、ボディ。次、パワー。あ、その前に下か。このね、尻尾のね、下のパーツ。このパーツをつけるパワー。こうね、こう下につける。パワー。パワー。パワーテイル。パワーテールという尻尾につけてと、こう、あれ待って待って逆か、あれこうだよね。でも明らかにそれこういう風にめちゃめちゃ重くなったな。すげえ、もうやっぱ外皮パーツ分の重さが増えるから、かなり重量感が増すね。であとはボディをつけて、足のパーツをつければ完成か。まずボディからつけるか。
ボディパワー。おおおお、こっちから見たらもうほぼ色がやっぱいいわ。やっぱこの色を活かしたいね。だからサーフェイスは吹かずにちょっとこう下地の色を大事にして塗っていきたい感じがしてきた。この色いいな、下の色。このブルーいいね、ブルーね、ほら。ブルーいいじゃん。あとは足のパーツも外皮パーツもつけて、このお腹のパーツをつければ、これで完成だよね。足もつけたし、あと尻尾もね、ここのパーツもあった。ここもつけて、さっき取り付け忘れてたんだけど、これが秒だね。点々。これがあることによって噛まれにくくなっていたという、よくできてるんだね、生物の体ってね。すごいな、こう観察してみるとさ、ほんと人間の、まあ当たり前だけど、体と全然違うから楽しいよね、見ててね。どんな体を動かすときって、どんなね、気持ちでこう、もう普通か、俺らも普通に何も考えないで動かしてもね、こうやってね、そんな感じで動かして、一回でいいからこういうフォルムになってみたいよね。すげえ、前世、まあわかんないよね、ステゴサウルスだったかもしんないしな。前世とかあるのであれば。前世人間じゃないかもしれん。前世ティラノサウルスだったら最高のティラノサウルスの記憶が残ってるパワーと最高だよね。前世のパワーを引き出せる。ただね、ちょっとね、ところどころこう骨がね、ほら、見えちゃうところあるんだよね。ほら、あ、これちょっとちゃんとついてないだけか。だからちょっとそこ嫌だなって思うんだけど、まあとりあえずできた。これで完成。そして、下に台座ね、前回のやつとかさ、止めるとこあったよね。でも今回ないんだわ。ただ置くだけ。バランスがこうやって置いて、完成。台座の色と合ってるね。プレノサウルス。で、前のやつさ、あれだったよね。ちょ、まあ、ティラのこれ、これもプラノサウルスなんだけど、これ改造途中のプラノサウルスね。これ下につけるところも あったし、このさ、シールも あったよね。ティラノサウルス。あ、ついてんのかな、ちょっと見てみるか。もしかしたらついてるかもしれないから。あったあった、ごめん、あったわ、台座に。これ、ほら。ステゴサウルス。このシールがいいんだよね。シール。ステゴサウルス。英語と、この、カタカナバージョンがあって。で、ほんとシールも貼んなきゃいけないんだけど、こう目とかにね。俺自分で塗るから、これも貼りませんという。本当はこれシール貼るんだよね。こういうところにね、ペタペタ貼ったりとかして。で、こんな感じになるんだけど、本当はね、こんな感じになるんだけど、俺は自分で色を塗るので、まあ、今日はこれで、組み立ては完成ということで、まあ、次回から色塗り動画という、まあ、モササウルスの前になっちゃうけど、モササウルスは届いてから塗るからさ、もうちょっと待ってて、ごめん、本当に。マジこれちょっとミスった、予約。予約って注文ミスったから、まさかアンキロサウルスがね、発売10月とかだと思わなかったんだよね。一緒だって、普通に売ってたから。でもよく見たら、10月予約って書いて、10月か11月かな。どっちが届くらしいんだよね。だからそれと一緒に来るはずだから、ウェザリングパワーマスターがないとできないからさ、まあ、それまで一緒に語ろうと思う海底人とかだけ先に作ろうかなと思ってるんだけど、とりあえず今回はステゴサウルスの組み立てということでね、なかなかいい感じですよ。やっぱプラノサウルスシリーズかっこいいね。で、まあ、その前にね、黄金のティラノが来たら黄金組み立てるけど、いや黄金来るかもしれないね。黄金のティラノサウルスもこれと同じプラノサウルスシリーズだからさ、このクオリティで半透明のね、クリスタルボーイですよ。はっきり言うと、中が黄金でね、しかも。いやー、外皮パーツ透明で、めっちゃかっこいいぞ、きっと。楽しみだね。先に届いたら組み立てるけど。まあ、その前にちょっと色塗って楽しみ、ステゴサウルスで色塗って遊びたいよね。まあ、失敗するかもしれないけど、とりあえず色を、ね、次回塗りましょうということで、また次回ね、次の動画でまたお会いしましょう。ティラノ、先になるかもしれないけど、とりあえずこっちの色塗り先にちょっと終わらしたいね。次回は色塗り会ということで、すごいかっこいいステゴサウルスだったわ。早くスピノサウルスも出してほしいね、プラノサウルスで。プラノサウルスシリーズでモッサーも来てないしね。次、ステゴサウルスの次出てる？なんか、まだ出てないよね。ステゴサウルス。ステゴサウルスゲットしたいな。あと、ティラノとトリケラトプス。と、ステゴサウルスと。あと、ベロキラプトルもね、なんかあるらしいんだよね。俺、ベロキも、ベロキはなんかね、博物館がなんか行った時になんか、こう、もらえるみたいな感じの。あ、買うんだっけな、ちょっとわかんないけど。なんかベロキもあるみたいなんだ。で、ベロキももし中古ショップとかで見かけたらゲットしようと思うんだけど、まあ、そのゲットしたら組み立ててね、みんなで見ようと思うので、もう少し待っててくださいと。いやー、かっこいいわ、ステゴサウルス。それではまた次回ね、色塗り会でまたお会いしましょう。めちゃめちゃいい感じ。青がいいね、ほんとね。この色。この色が独特で、ユニークで、すごくね、いいステゴサウルス、今回のね。目はね、赤で、
あ、白でもいいね、ブロリーメね。どんな感じにしようかな。かっこよく塗りたいよね。まあ、青を活かしたいから、ちょっと、青っぽい色で塗っていきたいね。うん。骨盤はまあ、骨盤も俺ブルー系で塗りたいんだけどな。ティラノも良かったけど、ステゴサウルスもなかなかいいね。ティラノはもうちょいで完成する。改造ティラノサウルス。この特徴はね、この、ぶっ壊れた、ミサイル攻撃受けてぶっ壊れたところに金属のパーツが見えている。ここがね、俺の、あ、やべ、尻尾のパーツ取られちゃって。尻尾のパーツ取れちゃってるけど、ここがちょっと俺の推しのところなんでね。パーツが取れているところ。で、今回このね、つなぎ目のパーツ、なかったんだよね。あの、下に穴開いてないし、足の裏に。見落としたかなと思ったらないんだよね。今回ただ乗せるだけなんだわ。この止めるパーツあったらいいんだけどなーって思うんだけど。これ穴は開いてるんだけどね。穴は開いてるんだけど、これ止めるパーツがない。パーツあったとしても穴開いてないからさ、止めらんないんだよね。なんで今回からなくなったんだろう。ちょ、ようわかんないけど。ここミサイルブチバーンってこうやってね、中身は見えてんでね。かっこいいでしょ、この中身。ブラーいい感じですわー。で、この、操ってる、この海底人のね。いやー、かっこいいなー。いや、武装恐竜ダイノスみたいになるのが、いいよな。武装恐竜ダイノスめっちゃ好きだからさ、俺、武装恐竜ダイノスみたいにしたいんだよね。そのステゴサウルスはただ色塗るだけにするけど、こういう加工はしないけど、ただ色塗るだけということでね。いや、めちゃめちゃ楽しみな。どんな感じになるのかね。完成映像が楽しみな、このステゴサウルスも。いや、でかいよね、やっぱこう見るとね。最初ちっちゃいと思ったら完成像でかかったわ。かなり大きさある、ステゴサウルス。